かわいこちゃん、今日はどうしたの？お目当ては本かしら？それともお姉さんに会いに来てくれたの？相変わらず優しい子ね。でもあいにく今は仕事があって、しばらくはアフタヌーンティーに招待してあげられないわ。真面目に仕事してるなんて珍しいな。確かにそうね。前回こうして研究に没頭したのはまだ教練院にいた頃だったもの。久しぶりに真面目に考え事をしたらちょっと疲れちゃったわ。そんなに興味があるのなら、あなたも参加してみない？お姉さんと一緒に学生時代をもう一度体験してみるのはどうかしら？急に仕事を押し付けるなよ！まあ、嫌なの？お姉さんと一緒に困難を乗り越える、せっかくのチャンスなのに。ちなみに、報酬もかなり豪華なのよ。あなたも知っていると思うけど、騎士団はずっと錬金術の研究をしてるの。でも大半の研究は実験室で行われるでしょ。だから人々は錬金術のことをあまり詳しく知らないわ。多額の資金を費やした研究は結局あまり多くの役割を果たせていなかった。そこでジンは錬金術の成果を一般人に広めることにしたの。ひとまず錬金薬をね。私は普段図書館のことだけでなく、騎士団が提供する薬剤の管理を手伝っているわ。薬剤学は私の研究分野の一つなの。ジンからすると、私はこの仕事にぴったりだと思ったんでしょうね。ただ、人々が日々必要としているものを提供するって観点から見れば、素材を少し調整して、錬成方法も適度に簡略化する必要があるわ。そうなると、簡単だと思っていた研究が、ちょっと複雑になってきたのよね。つまり、オイラたちにその研究を手伝ってほしいのか？でも、錬金術の理論なんて、オイラたちよく知らないぞ。違うわ。お姉さん、もっとあなたたちにふさわしい仕事を思いついちゃったのよ。錬成技術の研究は着実に進んでいるけれど、
実際に使った人々からのフィードバックが得られなければみんなのニーズに応えられるかどうかはわからない。でも薬を開発しながら意見を集めるとなるとより効率的な方法が必要になってくるわ。そこで私はひらめいたの。直接錬金薬を売るお店を開けばいいのよ。そうすれば薬を作りながら日常的な需要についても調査できるわ。おお、さすがリサさんだぞ。2つの仕事をいっぺんにやるってことか。そういうこと。そしてこの仕事に一番ぴったりなのが我らが騎士団のエリート旅人よ。奨励院にいた頃もよく学生同士で研究を手伝い合ったものだわ。かわいこちゃん、こんな青春を体験してみたくない？なんかいい感じに言ってるけど本当はサボりたいだけなんだろう。分かってたわ。やっぱりあなたってとっても頼りになるわね。仕事が一段落したらお姉さんが直々に報酬を用意してあげるわ。もうお店を開くための事前準備は終わってるの。あとのことは向こうについてから話しましょう。ここでお店を開く予定よ。わあ、この下準備をリサさん一人で全部やったのか。いいえ、騎士団のみんなが一緒に頑張ってくれた結果よ。開業資金はジンがわざわざ用意してくれたの。薬を作るのに必要な材料や設備についてはアルベドとスクロースちゃんが協力してくれたわ。そして今後の物資の補給は後方支援部隊の担当。そこにあなたたちも加わってくれたおかげでお姉さんの負担はかなり軽くなったわ。ここ数日騎士団はお店の宣伝をしてくれているの。準備ができたらもう正式にオープンよ。じゃあ早速こちらの材料を使ってポーションを練成してみてちょうだい。
材料を錬金釜に入れて手順通りに操作すればポーションは完成よ。ポーションが出来上がったみたいね。これで販売を開始できるわ。最初のポーションは無事売れたみたいね。いい滑り出しだと思うわ。次にどんな薬を作るかは市場の情報を参考にして決めないといけないの。最近のニュースに基づいてどんなものが必要か推測する。これは経営のための必須スキルよ。なんだか難しそうだな。お姉さんが最近の市場情報をまとめてあげたから心配しないで。どう？これから販売するポーションについて何か思いついたかしら？じゃあ新しい薬草の栽培を試してみて。ここにある薬草は生物錬金の技術で品種改良されていて、それぞれ異なる効果と特徴を持っているのよ。入れる材料の種類によって
最終的に出来上がるポーションも変わってくるから、いろんな組み合わせを試してみるといいわ。さあ実際に試してみて。新しい薬草を栽培してみてちょうだい。栽培にも慣れてきたみたいね。そうそう、後方支援部隊の騎士がついたの。彼女は定期的に新しい物資を補給してくれるから、後で挨拶しておいてちょうだい。後のことはあなたに任せるわ。そうだぞ、なんてオイラたちだけが忙しくしてるんだ。リサさんは何してるんだよ。私？もちろん、可愛子ちゃんが経営と錬金術のコツをうまくつかめるようにサポートしているのよ。お姉さん、ずっと応援しているわ。頑張ってね。やっぱりな、オイラこうなるって分かってたぞ。騎士さん、そして侍従のパイモンさん、こんにちは。後方支援部隊の騎士フレダです。どうぞよろしくお願いします。おお、オイラの名前ってもうそんなに知られてるのかって。侍従なんかじゃないぞ、オイラはこいつの仲間だ。すみません、うっかりしていました。流行りの小説の呼び方が移ってしまって。あなたたちの功績はもはや伝説みたいなものです。本当に羨ましい。私も各地を冒険する流浪の騎士になりたいです。そういう暮らしはきっと面白いだろうなって。はい、私もそう願っています。とにかく
今は目の前の仕事をきっちり終わらせましょう。代理団長からあなたたちの経営を全力でサポートするようにと指示を受けました。何か必要なものがあればいつでも言ってくださいね。経営がうまくいきますように。